皆さんこんにちは。ドンスト笑顔で地球は明るくです。マネコチャンネルです。今日は成人の日、おめでとうございます。今度一緒にお酒を飲みましょう。今日はでもこの辺りは道祖神というお祭りがあります。今日賑やかですけど、ちょっとアンジュちゃんも友達が来てますので、ちょっとうるさいかもしれないけどごめんね。はい、今度一緒にお団子を食べましょうということで、あのね、3時からね道祖神のお祭りがあってね、それに向けて今ね団子を作って、さっきもね撮ったんだけど、もう容量がいっぱいで携帯の今ね全部消した。だから今日から生まれ変わります、私。あ、そうそう、お兄ちゃんがね前昨日 LINE でマリコ、マリコーンつって言えばユニコーンが好きだからと言ってました。そんなことでこれから私いいねと思ってマリコーンできます。今ね道祖神って道の神様にのお祭りなんだけど、こういうほらお供えの、お供えじゃないな、なんだ、神様の飾り、門松とかほら、しめ縄とかそういうのをみんな燃やして、でそこに団子を作って、昔なんか眉玉って言ったらしいんだけどね、お蚕さんのなんだけど、その団子を作って、その焚き火みたいにするんだけど、そこに団子をアルミホイルにくるんで、その結構真っ黒なんだけど、その団子を食べると風邪ひかないって言われるね、お祭り。それにね行くんだ。それに向けて団子を作っています。ねえねえねえ、いい音するかなと思ったんだけどね、どうだ、結構さ、スクイーズみたいじゃない。で、なんか途中でさ、さっき動画止まっちゃったから、それこってやってたらね、もうねここまで進んでる。本当は粉からやってたんだけどね、まやってみる。そんでこう練ったらこういう感じで、はい、こう見えるかな、こういう感じでこうね団子ぐらいの大きさに分ける。料理動画、料理と言えるかね、初めてなんだけどね、まあ、プロの人はうまいね。マリちゃんは、マリコーンは初心者なのでちょっと荒っぽいですけど許してください。なんかさ、写真とかもさ選んでさ削除 しようと思ったら、なんか全部消去しちゃった。パソコンに写したからね、パソコンで見ればいいんだけど、パソコン苦手なんだよね。まあ聞きながらやりますよ。原宿の写真が多分消えちゃったな。まあまた行けばいいか。はい、という感じでね、団子、あ、そうだそうだ、お湯をね、うるさかったらごめんね。でお友達がね、アンジュちゃん来てるからね、遊んでるからね、ちょっと音入りすぎても困るからね、今日バイノーラルマイクじゃない。これね、でもいい音するかな、どうだろう、こういう感じで水、お湯をつけて団子を丸めていく。音どうだ、
感じで、このこの鍋に入れていくよ。こういう感じで、は、祭りと書いてある。あって、ここに入れていく。次にね、ピンクのやるときに詳しく見てね。とりあえず3時まで作るだけなんだ。いつもギリギリでね。今年こそ余裕の人になりたいと思うんだけどさ、みんなはどう？余裕の人？余裕はいいね。うちの主人、余裕の漢字が有事っていうんだよな。余裕の有なんだよね。羨ましい。私にないとこ持ってる。だから結婚したかな。いつも怒られっぱなし。こんな感じで、おとどちょっとスクイーズっぽいよね。ほら、スライムとかね、食べられるよ。どんどんやる、どんどんやる。手をカサカサする音好きですってね、コメントもらって、ありがとう。マイノラルマイクじゃないからね、ちょっとどうなってるか分かんない。下の騒がしさもちょっと入ってるね、多分。今日はごめん。いい音だよね、多分。マリコさん、音フェチですかってね、誰だっけな、何ちゃんだっけ、ふーちゃんだ、あ、ふーかちゃんだ、コメントもらったんだけどね、そうもらってね、考えちゃったね。音フェチですか。実はさ、初めはよく分かんなかった。お兄ちゃんがさ、すごいシャンプーとかやってさ、何が面白いのかなとか思ってたよ。でもなんか自分がやるようになったら面白い。なんかこんなにいい音するなとかさ、この音うるさいとかさ、この音いい音とかさ、なんか耳が研ぎ澄まされるっていうの、 YouTube のおかげ。あとね、コメントくれる、書いたり見てくれるみんなのおかげです。音フェチ好きだよ。音フェチかな、うん、あ、音フェチ初心者だな。でも音は結構ね、分かってると思う自分、なんと自画自賛で。まあずっとダンス教えてるから、音楽と一緒だろう。音を楽しむ音楽はずっとフェチかな。だから、うん、だからみんなすごいなと思うよ。なんだっけ、木を叩く音やってくださいとかさ、耳のなんだっけ、耳ほじりの耳掃除か、音とかさ、音の楽しさ、音を楽しむことを教えてくれたのは音フェチだ。よしよしよし、3時まで作んだけどね。あと2つ。このさ、お皿かわいいでしょ、これ。リサとガスパールのお皿、あ、これね、ユミちゃんにもらった。あ、ユミちゃんって私の友達ね、見てるかな、年賀状にね、 YouTube 見てるよ、マリコチャンネル見てるよってコメントもらった。あ、コメントじゃない、年賀状もらった、ね、兄ちゃんすごいよ、正義さん、正義兄ちゃん、
みんな手書きのさ年賀状いっぱいもらってさ、すごいね。みんな似ててさ、アンジもさ、まーちゃんすごいとか言ってさ、私もそう思う。兄ちゃんすごいな。私も来年はやるよ。あ、そう、もうすぐね、チャンネル登録600人目指せ、1万人1000人って言ったらさ、太陽って私の息子ですけど、太陽にさ、お母さん小さいな、1万人ぐらい、夢は大きくなきゃって言ってさ、1万人だよとか言うから、そうか、1万人にしてよ、夢は大きく持とう、みんな。さあ今度は第2弾ね、今ね、白のがね、全部ね、こんな感じにおっとっとっとできたから、あと半分ね、もしかして赤混じっちゃうかもしれないけどね、もう時間がないからね、同じ鍋にね、この赤を入れる、ね、赤はさ、食紅っていうのを買ってきた。面白いよね、お豆腐ね。やっぱ日本製はさ、いいよね、こう日本製だよね。かわいくない、こう耳かきみたいについてる、ほら、じじゃーね、耳かきまだね、勉強不足まだ。こないだね、ロフトで買ってきたから勉強中、また動画します。さあそこへこの食紅を、この小さなおさじで、こんな感じかな、なんかそうそう、これをこう入れるよ、ね、でそこに水をこう入れる、そこ食紅ってやつができるんだよね、知ってる？すくいすくってるみたいなね、団子です似たようなもんだよね。お兄ちゃんにね、あ、正義兄ちゃんにね、なんだっけ、スライムか、あ、スライムのね、なんだっけ、なんか元もらったから、そのうちやるよ。はい、ではそこにお湯が足りるかな、お湯をここ入れて、ほんで混ぜる、サクッて言うといいんじゃない、どうかな、バイノーラルマイクじゃないか、今日わかんないな、ここにこの赤と赤でわかんなかったな、チチチチチチ入れてみる、どうだ、ピンクになるのか、どうだ、お湯が足りないな、あー、なんかお湯がやばそうだな、欲しいな、ピンクというか赤赤組、白組、あ、紅白見た、面白かったよね、岡本様いつか紅白出るといいな、あ、そうそう、昨日さ、東京ホット100だっけ、なんだっけ、 J-WAVE のラジオ、ちょうどさ、アンジュのテニスのお迎え
の時にさ、あのかかってた先週100位からなんとランクアップの17位だって。みんな応援して、岡本園なんだ、ドリームメンだったっけリュータだよ。でも英語なんだよね、まあ、海外でも人もわかるようにかな。いい曲だよ、聞いてください。はい、ということで赤入りました。よし、こんな感じ。あ、もっとお湯が足りないな。お湯足りないな。あ、やばかも。お湯もうこれで全部だ。どうだ、お湯足りてくれ。こんな感じにね、こうまとめていくよ。あ、お湯どうだろう。してるな。どうしよう、お湯持ってくるかな。でも写真とか動画全部消したからさ、容量増えて。もう消えないはずだ。あ、昨日のさ、LOL ちゃんもごめんね。そんなことで途中ですぐ切れちゃってさ。あ、これお湯足りない。ちょっと持ってくる。ちょっと待って、そこ。リカちゃん、みんなにお会いしててください。お待たせ。リカちゃんどうだった？歌でも歌ってた。マリコさん、私シャイなので歌はちょっとそうなんだ。マリカごめんね。ちょっとよし、これでいいだろう。もうね、バラバラバタバタしてて、スライムさ、ホーサだっけ、ホーサとかいうので作るらしいよね。まだ作ったことないけど、こんな感じなのかな。海外の人のさ、スライムとかさ、気持ちいいよね。こう押してる感じとかさ、あ、まだ硬いや。よいしょ。なんかハンバーグ作ってるみたいになってきた。まだまだ。撮影の仕方も勉強が足りんね。これこねるのお母ちゃん上手だったよな。もっとひよっとするとするんだけどな。もうひよっとしてきた。こねすぎてもさ、柔らかすぎるけどさ、熱が足りないとさ、なんていうの、粗いんだよね。もうちっちゃい時からやってるよ。おっとっと、みんなが やったことある？面白いからやる。
ってみて。米の粉っていうの買ってきて。団子。簡単で。ただ、お湯入れてこねるだけだから。これにね、きな粉とか砂糖醤油とか混ぜると美味しい。昔はだるま作ったりね、キキララとか好きだったからさ、キキララ作ったりさ、キティちゃん作ったりさ、スマイルもいつも作ってた。あ、スマイル分の白トッド。はい、という感じ、こんな感じ。あ、マイメロとかできそうじゃない？ハートとかね。よし、茹でる時間がね、茹でるって蒸すあるからね。海外の人も団子とか作るかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8 全然違う。9 10 11 12。え、違うの数が。いいか、適当で。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ちょうどだ。団子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 。赤い方がちょっと大きいかも。あ、でもね、何作るかな。スマイル作るね。スマイルと何作るかな。スマイルと何がいいかな。 LOL 作りたいけど難しいな。あ、ユニコーン作ったな。難しいかな。よく団子で作ったよ。とりあえずハートが簡単な。マヤス、マサヨシーとマサヨシーでハートとかやってて。みーちゃんもよく考えるよね。目が回りそうだな。食べるとき教えるね。あ、動画出すね。編集できないんだ。パソコンできないからさ。一発撮りかけるマリコチャンネル。なんか変なついてんだ。味噌汁とか入れても美味しいよ。団子汁美味しいよ。日本全国あんのかな。もしうちの方でもやってますとかさ、あったら教えてください。何県ですとかさ、面白いよね。日本は何の神様、よろずの神だっけ、何の神様でも好きなとこいいよね。日本のいいとこね。ちょっとどうだろうな。
作りたいね。ハートがな。じゃあこれハート。ハート、ハート。マサヨシーとマサヨシーのハート。マリコーン。マリコーンもなんかマーク考えるかな。ユニコーンの。ハート。あんまり綺麗じゃないな。あ、そっか、お湯はな、もうちょっと滑らかにしたい。ユニコーン作りたいな。どうかな。目はね、小豆とかね、使うよ。まあでも、ちょっと時間がないから、ハートかな。ハートとスマイルだ。Love and peace。どう？ハート。ハートできた。いいね。君がいいことありますように。ハート。あれから。スマイルマーク作りたいぞ。さっきのこれをさ、こうやってさ、ちょっとピンクになっちゃう。こうじゃん。でさ、このピンクをさ、赤くなっちゃったな。すぎるな。いいな。目が大きすぎるか。リル&エ、ん？リル&エルだっけ？ LOL の目みたいな。ちょっと大きすぎたな。マイカ。マイカばっかで。スマイル。スマイル。なんか盛り上がってる人。子供いいね。楽しそうで。できた。スマイル。ちょっと太いかな。こんな感じで団子を作っていました。こういうユニコーン作りたいね。難しいかな。ユニコーンってどんな顔だったっけ。難しいか。ちょっと見てくるか。ユニコーン。だこうやって作るの難しいな。ユニコーンは難しいかもな、うん、でもできるっちゃできるような気がする。やってみる。手がちょっと赤だ。こうしてあ、なんかわかる。こうやって
集中するね目をこうしてTY みたいな TY 鼻が、あ、用事持ってこなかったな。なんかよくわかんないかも。イノシシみたいになってんな。まあ一回イノシシで、ユニコーンというかイノシシ。ユニコーンじゃないなこれな。キティちゃんみたいな。むずいな。ここに角をつけたかったんだよ。縦紙もいるな。全ユニコーンじゃないな。目が可愛くないんだ。目が可愛くないんだ。あ、こうして花ちゃん、あ、可愛くなってきた。鼻が白い。スマイルになってんだけどな、そこまでできないな。こんな感じ。ユニコーン。あ、で後ろにさ、縦紙、縦紙つけるか。あ、もう時間がなくなってきたな。吹かさねばならんな。3本作って、ね、にじるか。マジでスクイーズっていうか、なんか粘土というか、ねるねるねるねというか。ねるねるねるね好き？よくやったよ、ちっちゃい時に。こうやって、なんかこういう感じにした。よくない？あー、うまくできないな。本当は白と黒と、白と縦紙、縦紙ってわかるかな。まあいいか。縦紙本当は白でな、白でクロスさせたいな。わかった。やり直しやり直し。白、白少しでもいいな。してで、これをこんな感じでやればさ、ちょっと縦紙っぽくない？はい、縦紙。イノシシのような。石とのししのようなユニコーン、たてがみつき。よし、できた。こんな感じでできたので、これをふかしてみるね。ではこの動画を気に入ってくれた人は高評価ボタン、チャンネル登録よろしくね。よろしくね。また吹けたら動画あげるね。バイバーイ。